UFJ 銀行東京営業部、東京本部が入居した UFJ、東京ビル UFJ 銀行は、かつて存在した、日本のメガバンク。三菱 UFJ フィナンシャルグループの参加であり、UFJ グループの流れを持つ、都市銀行である。2002年1月15日に、株式会社 UFJ ホールディングス参加の三和銀行と、同じく参加の東海銀行が合併して誕生した。 しかし、収益力は高かったものの金融再生プログラムに、基づく巨額の不良再建処理に奔走することになり、経営が悪化した上、Q3 は、旧東海間での熾烈な派閥構想や金融庁、特別検査による、経営人退陣など、経営面でも混乱を極めることとなる。最終的に、三菱東京フィナンシャルグループに、親会社のユフィードともも救済されることとなり、 最終的に2006年1月1日、三菱 UFJ フィナンシャルグループ参加の東京三菱銀行に九州合併され、三菱東京 UFJ 銀行となり消滅、発足からわずか約4年弱で姿を消した。銀行合併の遠隔本店は愛知県名古屋市中区にあったが、実質的な本社機能は東京都千代田区大手町の UFJ 東京ビルに、 設置された東京本部であった。UFJ は、ユナイテッドファイナンシャルオブジャパンの頭文字を取って、名付けられた。スローガンに、応えていく力、を定めていた。2006年1月1日に、東京三菱銀行に合併されて解散した。以後の遠隔などについては、三菱 UFJ 銀行を、三和銀行並びに、東海銀行の遠隔などについては、三和銀行、 東海銀行の各項目を参照。1998年9月に、朝日銀行と東海銀行が2000年10月をめどに、持ち株会社方式の経営統合で合意し、2001年秋には、地域別に銀行を再編し、さらに賛同する地方銀行を組み合わせ、マルチリージョナルバンクを目指す方針だった。しかし、両項の交渉が長引く中で、 1999年8月に、第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行による産業の経営統合の設置、続く同年10月には、三井財閥系の桜銀行、住友財閥系の住友銀行の合併が発表され、企業グループの枠を超え、急速に都銀上医業のメガバンクへの再編が進む。こうした金融再編に取り残されていたのは、 宅銀破綻後は、都銀開業に甘んじた大和銀行と強烈な交風が顕現された三和銀行であった。再編に乗り遅れた三和銀行は、首脳人が同じ名古屋大学出身であった東海朝日銀行を連合に急接近する。東海朝日は、営業エリアが首都圏、東海地方に集中して、規模的に中途半端となっていたため、地方銀行のほか、 大和銀行の参加を呼びかけた。しかし、2000年2月に、名古屋市内で、室町金尾さんは銀行頭取と、西垣里市東海銀行会長の会食を経て、大和銀行ではなく、三和銀行を加えた、持ち株会社設立による、経営統合を2000年3月に発表した。2000年4月より産業間での ATM、利用手数料を、自己扱いとする施策の実施や、 同年中に、三和銀行系列の金融各社で構成される、フィナンシャルワンへ、東海、朝日旅行の参入検討を図った。その後、三和銀行は経営の迅速化を名目に産業を合併させて、三和東海朝日銀行の発足構想を主張したために、経営主導権を三和に握られることを、嫌った朝日銀行が2000年6月に構想より、離脱。結局、 三和銀行、東海銀行の合併という形で決着した。この経営統合から離脱したアサヒ銀行は2001年には不良債権処理による損失から公的資金注入の優先株に対する中間配当が困難となり経営危機が表面化する。一方、東海アサヒの経営統合参加を当初有力視されるも三和の参入で破断となった大和銀行は 同年12月に新密地銀と金融持ち株、会社マト銀ホールディングスを設立した。2002年3月に朝日銀行がその持ち株会社の参加に入る形で経営統合を行った。両行は2003年5月の理想なショック発生を予見できぬまま、前途多難な船で押し入られた。2001年4月2日に上場企業であった三和銀行、東海銀行、 東洋信託銀行株式を新設した金融持ち株、会社 UFJ ホールディングスへ株式移転させ、経営統合を行った。ここから UFJ 銀行の発足までの間は UFJ ホールディングスの参加に3は東海、東洋信託銀行に入っていた。また、この期間中に3和銀行、東海銀行はシステム統合の準備をするため、 2002年1月まで、休日と年末年始を中心にシステムを休止させ、ハッピーマンデー制度による成人の日焼けの2002年1月15日に合併し、UFJ 銀行が発足した。3は、東海銀行が合併した2002年1月15日に、両校の環状系システムを、3は銀行系のシステムに統合している。両校とも日立政策省。 窓口端末の便だとしていたことから実現できた。通常、銀行の合併に際しては、当時銀行間の機関システムをリレー方式で接続し、1から2年かけて統合するという流れを採用しているが、UFJ 銀行は合併のシナジー効果を顧客にいち早く提供する趣旨があった。これによって顧客は、三は、東海の別なく統一された商品、 サービスを享受できたが、同月23日から同月末にかけて、口座自動振り替えシステムの障害が発生。口座自動振り替えの20引き落としが約18万件、引き落としが遅延されたり、引き落としがされないトラブルが175万件生じた。後の同年4月に発生した水穂銀行のシステムトラブルと比較すれば、小規模なトラブルだったが、 前例とされた UFJ 銀行のトラブルを教訓にせず合併とシステム稼働を見切り発射させた水保フィナンシャルグループは非難されることになる。三和銀行時代から引き継がれた体育会計的営業スタイルの伝統、他行に比べ積極的な貸し出しの姿勢によって2002年時点の四大メガバンクの中で三井住友銀行に次ぐ収益力の高さを誇っていた。 反面、三和、東海はそれぞれ近畿地方、東海地方を地盤とする銀行であり、首都圏における基盤は、他のメガバンクほど強くなかった。また、財務体質は劣悪で経営再建問題で揺れる、大英、日面、日商祝い、日本審判、アプラス、大京、国際工業、国際自動車など、緑海構成企業や三和銀行親密先及び、 東海銀行の藤田、東和不動産、当面に対しての過剰な貸し付や焦げ付き、それらに対する貸し倒れ引当て損失不足が当初から懸念されており、不良債権比率はメガバンクでは最も高いとされた。結果的に業務で利益が上がっていても損失引き当ての強化を呼び、不良債権の処理に伴い利益をはるかに上回る。 巨額の赤字の形状する状態で UFJ 銀行は発足から消滅までの3年間に黒字を形状することはなかった。特に大英向けの再建は UFJ 銀行の発足前は東海銀行、三和銀行、富士銀行、住友銀行がそれぞれ5000億円を超える融資額を横並びで貸し付けていたが合併によって融資額が1兆円を超えて突出し 結果的にメインバンクとしての責任を背負い込むとともに、その処理が経営の足を大きく引っ張ることになった。2002年9月に金融担当大臣に竹中平蔵が就任し、同年10月には大手業に対して2005年3月末までに不良再建残高を半減するように要請する金融再生プログラムが発表された。これを受け、 水穂 FG が1兆円の増資を実現し、三井住友銀行が破格の条件で、ゴールドマンサックスに優先株を発行し、さらに若塩銀行との逆さ合併により、含み益を吐き出すなど、他のメガバンクは、なりふり構わず資本増強による不良債権処理を進めた。しかし、全国銀行協会会長だった、寺西正氏 UFJ 銀行頭取は、銀行は、 ルールの中で経営されている。サッカーをしていたのに、突然、アメリカンフットボールだと言われても困る。と反発した。この発言は後にたどる UFJ グループの行末を考えると、当時の UFJ グループの経営陣にとっては、非常に厳しい条件を突きつけられていたことを物語っている。ただ、必ずしも全くの無意味策というわけではなく、2003年3月、 メリルリンチから1200億円の増資を行い、資本強化、また、その後も、当時5万円額面換算で10万円を割っていた UFJ ホールディングスの株式をモナコの投資会社に引き受けて、保有比率5%の筆頭株主になって、もらうなどの株価対策や、資産の売却、劣後債などによる資本増強を行った。しかし、 アサヒ銀行が合流したヤマト銀ホールディングスは2003年3月期決算の会計上自己資本比率の大幅な既存が生じて理想なショックへと陥り自主経営を事実上断念する事態となった結果日本の株式市場は理想なショック後に株価は上昇に転じユヒュード株は結果的に株価上昇の先導役となって 株安で抱えていた銀行の含み損はかなり解消した。ただし、金融庁から業務改善命令を受けるなど、経営の視野や選択肢が限られる状況であり、現金資産が増えていたわけではなかった。業務改善命令に対して約束した利益は1300億円程度であった。当時の UFJ 銀行内は、三和銀行以来の派閥構想に終止し、 積極的な資本増強策を行っていなかった。UFJ 銀行は対等合併とは言われながらも実際の校内の主導権は規模が旧東海の1.6倍あった旧3話が主導権を握っていた。3話行員は緑化作戦あるいは緑一式作戦と称して東海行員を放築し愛知県を中心に 東海店舗を30店近く統海合していた。また、前述の大口有志先には、こうした人事構想に敗れた有力 OB を甘くりさせた経緯もあり、銀行側が事業再生に主体的に関わることもできず、慣れ合い関係が深まっていった。こうした動きは、もともと名古屋財界のメインバンクとして機能していた地元銀行を事実上礼遇したこととなり、 名古屋財界から品縮を買ってしまう。結果、東海三県における予体シェアは低下し、多くの地元企業が地方銀行、信用金庫などに融資元を変更するに至り、これによる海外進出への弊害も発生した。皮肉にも、この一点により、住友銀行とトヨタとの因縁により、手薄となっていた東海地方への三井住友銀行の 営業拡大を許してしまうことや、東京三菱銀行との合併後に、もともと、東海銀行系だった、セントラルファイナンスが、三井住友フィナンシャルグループに移籍するなどの原因となった。2003年10月に実施された、金融庁特別検査では、多額の不良債権の処理不足が指摘された。しかし、当局の指示通りに不良債権処理を行えば、 UFJ 銀行は巨額の赤字決算となり、これは公的資金注入業に対する3割ルールにより経営陣が退陣することを意味し必死の抵抗を試みた。この検査時に大口融資先の再建、処理は東取直轄の戦略支援グループが担当していた。実験を握っていたのはグループ長の岡崎和美副東取、その補佐で 大倉省接待を食事に MOF 担だった早川船上部、稲葉茂幸執行役員審査第五部長の3人である。彼らは大口先の審査資料として楽観、成行き、最悪の3シナリオを用意し、どれを採用するかはその協議で決めた。その結果、楽観シナリオが採用され、債務者区分は破綻懸念先が格上げされることにより、 不良債権処理損失は圧縮された。また、成行き、最悪のシナリオは隠蔽され、さらに議事録も改ざんし、金融当局と全面対決する道を選んだ。岡崎らが、ここまで、金融当局に強気に出たのは、過去における実績からであった。旧三和銀行は、小野縫い事件や、大倉省接待汚職事件等、過去の金融スキャンダルでは、 常に事故に有利な事後処理を実現していた。特に1998年の大倉省接待汚職事件の際は当時 MOF 担だった早川常務を中心に東京地方検察庁特別捜査部に積極的に情報提供し事故から逮捕者を出さない目的は達成したものの大倉省金融検査部門よりノンキャリア検査官2名が逮捕1名が自殺に 追い込まれる結果となり、以来、金融当局から不況を買っていた。また、早川自身も、金融当局に対しては、かねてより反抗的であった。こうした、状況下での特別検査における、UFJ 銀行の金融当局に対する姿勢は、海外はやめて、地方銀行になればいいという、UFJ の検査を統括する、目黒健一。 金融庁検査局検査管理官のこの一言で決定的となり、金融庁は投稿を狙い撃ちにして潰そうとしていると解釈し、金融当局からの宣戦布告と受け止めた。その検査の過程で敵対派閥から止められる内部告発により前日の資料等の隠蔽、改ざんが発覚するに及んで金融庁、特に現場担当の目黒検査官の激林に触れることになる。 また、2004年1月、日本経済新聞が、金融庁の特別検査が入っている実態が、報道され計画されていた、永久列号債による4000億円に上る増資は、取り留めになった。さらに、2004年4月、今度は、中日新聞がスクープの形で、UFJ グループの不良債権に対する引き当てが、不十分とされる報道がなされ、 金融庁に約束した利益が未達となり、寺西らの経営トップの辞任の見通しを報じた。結局、2004年3月期決算では、不良債権処理のために、損失引き当ての大幅な積み増しによって、約4000億円の赤字となった。この2期連続の赤字となり、経営責任を取って、2004年5月に、東取の寺西正氏は、 退人に追い込まれ、この件先費により、UFJ 銀行は一部業務停止を含む、金融庁の行政処分を受け、さらに、2004年10月、法人としての UFJ 銀行と、岡崎元副党ドリラ、戦略支援グループの元担当役員ら3人が、銀行法違反容疑で金融庁より、刑事告発を受け、同12月には、東京地検特捜部は、 同胞容疑で岡崎元副党ドリラ3人を逮捕した。メガバンク再編前、全国銀行協会会長を臨番で担当する、都議大手6行の中で、三和銀行は唯一地方銀行の業用が拡大した銀行であった。このため、財閥系や特殊銀行を起源とする他行に比べ、優秀な新入行員確保に苦労した。これらは必然的にリクルーターを通じて、 学抜内のつながりが密接になり人事構想につながっていくことになった。他校はこれを3話の DNA と別称した。また、2019年1月4日の朝日新聞の記事では実力主義を掲げ、信州集団と呼ばれていたことが触れられている。特に、渡辺広志取時代には、企画、秘書、人事中枢部門に権限を集中させ、同時に一橋大 京都大学出身者、中でも中村明秘書室長が徴用された。中村は高杉良の経済小説、金融腐食列島で神剃ソリ佐藤と呼ばれ、恐れられる銀行マンのモデルとも言われ、頭取の渡辺に私の思う通りにやらせてもらえば、3話を収益ナンバーワンにしてみせると豪語、校内で七部業と呼ばれた若手秘書役を補佐役として登用。 牽制を振るう中、実際に、業務順利益、経常利益、投機利益で、都市銀行トップを実現した。こうした、経営の意思決定の迅速化は成果を出したものの、学罰を中心にした、側近政治の弊害に対する内部に溜まった不満は、1999年当時、会長となった渡辺と、佐伯直隆陶取の主導権争いで爆発し、会文書等のルフ党員さんを極めた。 結局両者が辞任し、中間派の室町金夫が、東取に昇進したものの、2002年、UFJ 銀行の発足を目前にして、赤字決算の責任を取り退任した。室町の後任は、秘書室長経験者だった、寺西正氏であった。寺西は、幹部層を、岡崎副東取、中村正人企画部門担当常務、末席の執行役員から抜擢した。 松本康彦秘書室長ら、半大、経大出身の側近で固める一方、対立派閥に属し三和銀行時代にフィナンシャルワンを立ち上げるなど、かつて頭取候補と言われた杉山淳次常務をアプラスに転出させ、また東海で合併を担当した藤田康久常務に事実上対抗を迫るなど、より側近政治、派閥構想を悪化させる。 前述の金融庁特別検査の結果、2004年5月に寺西東取が退任。沖原高宗が取締役付きでないにもかかわらず、常務執行役員からいきなり東取に就任するという異例の昇進をした。この時沖原は、上期中に大口有志先の対応について不責を打つ、十指に満たない融資先の再建の処理を念頭に置いている。 UFJ 銀行の問題は一言で言えば、大口有志先の問題に尽きるなどと、述べ不良再建処理の断行を示唆した。しかし、人事面で見れば、寺西と共に退任を余儀なくされた、岡崎副頭取を日本審判会長へ、常務の中村を JCB 専務への転出を決定、また、松本秘書室長も常務執行役員に昇格させ、松本を筆頭に、 直属の部下である、佐野局、企画部長、広報部次長のいわゆる、4人組を側近に据えた。こうした、旧体依然たる、人事施策は再び金融庁の激震に触れ、これらの人事が撤回させられたばかりでなく、UFJ 消滅への原因となった。その後、すでに優秀な人材は流出していた、UFJ 内部は、疲弊、派閥構想の余裕すら失っていくこととなった。 前述の巨額赤字決算は自己資本を大きく毀損し、このままでは国際業務に必要な自己資本比率8%の維持が困難となった。このため、2004年5月21日に持ち株会社の UFJ ホールディングスは UFJ、新宅銀行を住友新宅銀行へ3000億円で売却すると発表せざるを得なくなった。しかし、 この売却でようやく栗延税金資産の自己資本への組み入れが監査法人に認められて2004年3月期の自己資本比率割れをなんとか繕っている形であり UFJ の不良債権処理は体力的に難しい問題を抱えていた特に問題になった債権は大英、総実で貸付の規模は1兆円を上回っていたこの発表からわずか3日後の5月24日 UFJ ホールディングスの2004年3月期決算が UFJ 信託銀行の売却でも埋められない大幅赤字となることが判明する。この売却発表から2ヶ月も経たない7月14日、持ち株会社経営陣は UFJ 信託銀行の住友信託銀行への売却を撤回と三菱東京フィナンシャルグループと UFJ ホールディングスの経営統合で大筋合意し、 翌7月16日に、三菱東京フィナンシャルグループと経営統合に向けての協議を開始すると発表した。統合の時期は2005年度上半期を目標とし、2004年8月12日、2005年10月を、目処に、MTFG が三菱 UFJ ホールディングスへ、称号変更の上、UFUD は、吸収合併されることに、基本合意し、三菱東京 UFJ 銀行に、 業名を改める予定となったこれに対して住友信託側が東京地方裁判所に交渉差し止めを求める仮処分申請を行い、東京地裁は2004年7月27日、当該仮処分申請を認める決定を下した。UFJ 側がこれに対し異議を申し立てるも、8月4日に却下された。さらに、UFJ 側は即日東京高等裁判所に、 広告し、2004年8月11日、東京高裁は、地裁の決定を取り消し、東京三菱と UFJ の統合交渉を加とする決定を下した。住友信託側は、同日、最高裁判所に特別広告を行ったが、最高裁は8月30日、高裁の判断を妥当とし、住友信託側の申請を退ける決定が、確定した。その後、 住友信託側が売却の白紙撤回に対する民事訴訟に切り替えて UFJ 側と争ったものの2006年11月21日に東京高裁の提案による住友信託に対して25億円の和解金を支払うことで和解が成立した2004年7月30日電撃的に三井住友フィナンシャルグループが UFJ ホールディングスに対して経営統合の申し入れを表明8月24日に発表した1、1の合併比率は UFJ にとっては破格の条件だった8月30日には UFJ に対する増資引受条件に関する提案を送付する2004年8月12日 MTFG と UFJ が2005年10月までの経営統合で基本合意 さらに、9月10日、それまで9月29日までに行うとしていた、MTFG から UFJ に対する増資を9月17日への前倒しすることを発表した。増資は、公開企業の u f u d に対してではなく、その参加の非公開企業である UFJ 銀行に優先株7000億円で行い、さらに TOB により UFJ ホールディングス株が20%、 懲戒しめられた場合は、その優先株に議決権が発生するポイズンピルを盛り込ませる。2004年9月下旬、SMFG は株主提案を行うために必要なユフィード300株を取得、委任状争奪戦を仕掛ける姿勢を鮮明にする。しかし、UFJ 側にしてみれば、先の住友信託に続く2度目の契約保護は許されない道義的な問題のほか、 公的資金を完済した MTFG に対して SMFG の中核企業である三井住友銀行は当時1兆3000億円の公的資金残高があり UFJ の1兆5000億円を合わせると SMBCUFJ 新銀行は発足当初から2兆8000億円の公的資金を抱え込む経済的な問題がネックとされていた2004年秋までには SMFG 側が大勢を覆すには至らないのは明白になっていくが、この動きが三菱東京との交渉において UFJ 側に有利に働いたことは否定できない効果であった。この間 UFJ は三菱東京との統合前に不良再建勝利を進めていく。特に UFJ グループの中で最も問題とされたのは大英向けの再建だった。当時の大英は 中内の会長退任後、高木国夫の指揮下で資産の売却や売り場の改善を進めていたがその売り上げは低迷調落の一途をたどっていた。高木は2002年3月に決まった再建計画の途中でメインバンクサイドの移行で産業再生機構に送られてしまうことに難色を示した。また、経済産業省もこれを支持していた。 しかし大英の決算の前提に金融機関の支援の不可欠とする監査法人の見解を受けて高木が本位して再生機構へ送られることが決定した。年が明けた2005年2月17日、三菱東京と UFJ は正式に合併を決定し社名を三菱 UFJ フィナンシャルグループとすることになった。翌2月18日には合併比率を10.62で、 最終合意、4月20日、合併契約が正式調印、同年6月29日、それぞれの株主総会で合併が承認される。なお、東京三菱銀行との合併について、持ち株会社や参加の新宅銀行、証券会社と同じく2005年10月1日を予定していたが、システム統合準備の遅れが、金融庁より指摘され、8月12日、 三ヶ月延期が発表された。そして、2006年1月1日に UFJ 銀行は東京三菱銀行に事実上救済合併され、発足からわずか3年11ヶ月と15日余りで消滅した。東京三菱との経営統合から1年後、三菱 UFJ フィナンシャルグループが2006年11月21日、発表した2006年9月中間決算では、 UFJ グループが過去に積んだ貸し倒れ引き当金、礼入益などが過去の累計で1兆円を超えた。前述の金融庁の指導により、旧 UFJ が2004年度から一気に不良債権として処理を進めた大口債務者の一つが、この中間期に正常債権となり、多額の繰り戻し益につながったためである。その内訳は2005年度上期で約4000億円。 同年下期にも UFJ の経営悪化で評価性引き当金として母外に計上していた栗延税金資産を5000億円近く資本として繰り入れた。2005年通期だけで UFJ からの利益は9000億円規模となり2006年紙期分を合わせて1兆円を超えたことになる。これは三菱東京が UFJ 救済のため出資した7000億円を 大きく上回るだけでなく UFJ にとって統合に突き進んだ過去の経営判断が正しかったのかという疑問を想起させかねずさらに過去の金融庁検査が妥当であったかの疑問を提起させた。もっとも礼儀の過半を占める栗延税金資産の形状は経済環境の好転も去ることながら経営統合により収益性が増したために可能であったとの見方もあり 一概には言えない。関連会社関連会社。ありがとうございます。